ユニバーシティカレッジコークは、コーク圏コークに本部を置くアイルランドの国立大学である。1908年に設置された、アイルランド国立大学を構成する大学であるため、アイルランド国立大学コーク校とも称される。大学の略称は UCC。本校では、以下、ユニバーシティカレッジコークを指して、UCC という表記に統一する。 UCC キャンパスマップ1845年にベルファスト、コーク、ゴールウェイにある3つのクイーンズ大学の一つとして設立された。1908年のアイルランド大学法に基づきユニバーシティカレッジコークとなった。1997年の大学法によりアイルランド国立大学コーク校に改称され、1998年の閣僚令により、 ユニバーシティカレッジコークアイルランド国立大学コーク校に改称された。大学評価の世界的指標の一つであるクワクア,クアレリ・シモンズによる QS 世界大学ランキング2021では世界第286位、ヨーロッパ第121位、国内第4位である。過去最高は2011年の世界第181位。また、 タイムズハイヤーエデュケーションのザ世界大学ランキング2021では世界第301から350位台とアイルランド国立大学ゴールウェイ校と並び国内第4位である他のランキングや賞の中でも5回にわたりサンデータイムズのアイリッシュユニバーシティオブザイヤーに選ばれている2015年には欧州委員会が出資するーマルチランクにより 1200校の参加大学の中で最高の A を獲得した。また UCC は2011年にエネルギー管理の ISO51 企画を取得した最初の大学となった。中央出願局は UCC に代わりアイルランド、イギリス、欧州連合及び欧州自由貿易連合の学士課程の出願を担当している。 学士課程への入学の決定は、カオが合格受験者に通知を出すよう UCC が指示している。大学への入学はもっぱら学力に基づいている。最低限の入学要件があり、個々の学部、コースにはさらに入学要件がある。医学系など一部の学部、コースは別の試験を受ける必要もある。カオはアイルランドの国家統一高校卒業試験の リービングサーティフィケートの結果に応じて合否を決める。イギリスの一般教育修了上級レベル、フランスのバカロレアなどの欧州連合及び欧州自由貿易連合の試験や国際バカロレアなどでも出願はできる。欧州連合の国民、または居住者ではない出願者には異なる出願手順が適用される。大学院への入学は UCC が直接担当する。クイーンズカレッジコークは、ビクトリア女王がアイルランドにおける学問の進歩のために設立することを目的とした法律の規定に基づいて設立された。この法律に基づき、ベルファスト、コーク、ゴールウェイの参校が1845年12月30日に法人化された。 1849年に23名の教授と181名の学生で開校し、医学部、芸術学部、法学部の3つが設立され、1年後、アイルランドのクイーンズ大学の一部となった。コークの守護聖人である聖、フィンバーと関係があると考えられていた場所に建設された。修道院と学校はギルアビーロック付近にあり、 修道院に併設されていた製粉書は大学の下を流れるリー川の南水路の土手にあったと考えられている。この関連性は大学のモットーでもあるウェア・フィンバー等とレッド・ミュンスター・ラーンというモットーにも反映されている。ギラビーに隣接しリー川ーの谷を見下ろすこの場所は1846年に選ばれた。 チューダーゴシック様式の四角い建物と初期のキャンパスはトーマス・ディーンとベンジャミン・ウッドワードによって設計、建設された。クイーンズ・カレッジ・コークは1849年に正式に開校し、1860年代にはメディカル・ウィンドル・ムネなどが追加された。20世紀には1908年のアイルランド大学法によりダブリン校、コーク校、 ゴール栄光の3つの厚生カレッジからなるアイルランド国立大学が設立され UCC はユニバーシティカレッジとして認可された1997年の大学法により UCC はアイルランド国立大学の厚生大学となり学位や卒業証書の授与以外では独立した大学となったジョージブールの共造2016年の学生数は2万1000人を 越え、1980年代後半から増加し、隣接する建物や、土地の買収によるキャンパスの拡大を促した。この拡大は、1990年代後半の、アルフレッド・オーライリー・胸キャバナ薬学・胸ブルック・フィールド健康科学センター、拡張された、アラスナ・マクレイン、2004年のルイス・グラックスマン・ギャラリー、エクスペリエンス・ UCC プログラミングを可能にする台数を開発した UCC 発の数学教授ジョージ・ブールにちなんで命名されたブール図書館の拡張などで続いている。また2009年にはウェスタン通りのコークグレーハウンドトラック跡地にウェスタンゲートウェイムネが完成しリー・モールティング複合館にあるティンダル研究所の建物も改装された。2016年には UCC は コーク市内中心部のラップスキーにあるコーク貯蓄銀行の建物を購入した。2017年現在、大学はキャンパス全体のスペースを増やす計画を展開しており、一貫として学術戦略をサポートする学生ハブの創設、600人の学生の学生寮の追加屋外スポーツ施設の開発などが含まれている。また、2006年には、 1880年にハワード・グラッブによって建てられたクロフォード天文台がリニューアルオープンした。大学の建物と3つの主要な望遠鏡である赤道ただし、四五間、静電容量型の望遠鏡の大規模な修復と保存のための費用を負担した。2009年11月には UCC の多くの建物が洪水の被害を受けた。洪水は 多区の他の地域にも影響を及ぼし、多くの学生が学生寮から避難した。大学当局は、学業活動を一週間延期し、洪水で被害を受けた建物の修復には2010年までかかると発表した。特に影響を受けたのは、新しく開館した、ウアスタンゲートウェイムネで、運用開始からわずか数ヶ月後に、本校技室の全面改装が必要となった。 2018年、UCC のキャンパスは、生物科学棟にバイオグリーンカフェがオープンし、アイルランド初の、プラスチックフリー、カフェとなった。2020年現在の学部は、以下の通り。2020年現在の研究科は、以下の通り。UCC はアイルランドを代表する研究機関の、一つである。2016年、 UCC は9600万ユーロ以上の研究資金を確保しており、これは5年間で21%増加し、大学としては最高額となっている。2009年から2012年の UCC 戦略計画によると、UCC は研究とイノベーションの強化を目指している。2009年には、世界の大学の中で、研究分野で、 上位3%にランクインした。UCC が発表した研究戦略では、研究者や研究チームに、研究分野を追求するための自由と柔軟性が与えられる、世界最高水準の研究のための、卓越センターを創設することを提案している。UCC の研究センターは、ティンダル研究所のナノエレクトロニクス、消化規約センターの食と健康、 ニュートラマラ、健康のための食品アイルランド研究センター、航空穀物科学、環境研究所の環境、ビジネス情報システムなどがある。2008年10月、大学の統治機関は、大学研究倫理の厳格なガイドラインの下で、承認された管轄区域からの輸入、ヘスクを使用し、研究に、肺性幹細胞を使用するアイルランドで、 最初の期間となることを発表した。2009年には UCC の数学教授のデス・マクヘールが肺性幹細胞研究を認めるという大学の決定に異議を唱えていた。irishalth.com、e、が実施した世論調査の結果によると3人に2人近くが UCC の肺性幹細胞研究を認める決定を指示した。 2016年には UCC の血管生物学研究センター長であり、航空大学病院の循環器専門医でもあるノエル・キャプリスが血管痴漢の分野での大躍進を発表している。中央出願局は UCC に代わり、アイルランド、イギリス、欧州連合及び欧州自由貿易連合の学士課程の出願を担当している。 学士課程への入学の決定は、カオが合格受験者に通知を出すよう UCC が指示している。大学への入学はもっぱら学力に基づいている。最低限の入学要件があり、英語、またはアイルランド語の合格最低点と数学の合格最低点が必要である。また、ヨーロッパ大陸の外国語での合格最低点が必要な場合もあり、 数学の高レベル試験で40%を超えると、総合点数に25点加算される。また、個々の学部、コースにはさらに入学要件がある。例えば、理系の学部は、通常、一つ以上の科学科目で、特定の点数以上が必要となる。アイルランドの国家卒業統一試験の、リービングサーティフィケートの科目試験には、高レベル、 普通レベルがあり、入学条件にレベルを指定する場合もある。また、試験の総合点数で学部に必要な点数を達成する必要もある。総合点数は、通常リービングサーティフィケートでは625点満点である。例えば、2017年の理工学、食品科学部部建築学科は、合格最低総合点数は444点である。 また、総合点数は、一部の学部は別の試験を受ける、必要があり、必要最低点数が625点を超えることも、ある。例えば2017年の医学部は卒業試験のほか、保健師入学試験を受ける必要があり、必要最低限の総合点数は729点となる。合否は、カウによって毎年8月中旬に発表される。 アイルランドのリービングサーティフィケートのみならず、イギリスの一般教育修了上級レベル、フランスのバカロレアなどの欧州連合及び、欧州自由貿易連合の試験や、国際バカロレアなどでも出願はできる。欧州連合の国民、または居住者ではない出願者には、異なる出願手順が適用される。大学院への入学は、UCC が直接担当する。 日本を含む欧州外の場合、各国の高等学校卒業証書、国際バカロレア、一般教育修了上級レベルのいずれかの受験者で、最低入学条件を満たすならば、直接入学できる。ただし、入学を保証するものではなく、優れた試験結果を保有している受験者を順に定員を埋める。高等学校卒業証の最低平均は、 学部学科により3、4、または5である。また、特定の関連科目を含む UCC により、認可されている大学の学士課程で1年、もしくは1年間のファンデーションプログラムを受ける、必要がある。英語力は、学部学科によるが、アイルツ、トーフル、ケンブリッジ大学英語検定機構、でアカデミックなどが認可されている。大学院入学に関しては、 学士を一定の点数を収める必要がある。研究家により入学条件が異なり、2H2 は65%に相当し、2H1 は75%、1H は85%に相当する。英語力は学部入学の上記と同様の試験を受けるが、必要条件の点数がより高い。UCC には100以上のサークルと50以上の スポーツクラブがある。学業、事前活動、創作活動、ゲームロールプレイング、政治、宗教、社交界、フィールドスポーツ、武道、ウォータースポーツ、屋外、屋内のチームスポーツ、個人スポーツなどがある。他にも、合気道、空手道、柔道などの日本発祥の武道も提供されている。UCC 学生組合は、 17000 1名の学生を代表する組織であり、学生付加金によって自動的に会員となる。学生寮は UCCDAC として知られる子会社を通じて UCC が提供している。UCC はキャッスルホワイトアパート、マーダイク、ホール、ユニバーシティホール、ビクトリアミルズ、ビクトリアロッジの5つの学生寮を運営している。 予約は学期間中可能で部屋の割り当ては抽選で行われている。2010年に UCC で留学した2400名の留学生のうち最も多かったのはアメリカ合衆国からで、ついで中華人民共和国、フランス、マレーシアの順となっている。UCC はエラスムスに参加しており、2009年度には439名の 学生が UCC を訪れた。同期間に201名の UCC の学生がアメリカ、中国、ヨーロッパの教育機関に留学した。UCC は2008年の留学生バロメーターレポートで高い評価を受けている。この調査はインターナショナルインサイトグループが84の教育機関で在学している6万7000名の 留学生を対象に実施したものであり、参加した UCC の留学生の98%が専門的な講師の存在を報告している。また、そのうち90%以上の学生が良い教授が在学していると回答している。また、スポーツ施設、社会施設、大学のクラブサークルの3つのカテゴリーでは、 調査に参加した84機関の中で UCC は上位3位にランクインしている。UCC の国際教育室の満足度は93%、UCC の IT サポートの満足度は92%であった。2020年現在、大学と学術交流協定を締結しているうち3校は日本にある。日本パークス。 hm1953 サムノーツオンザハーバリウムオブユニバーシティカレッジコーク IR ナット JLL 100206 10ありがとうございます